皆さんこんばんは。今日はですね、ようこそこちらの、ジャズのイベントにお越しいただきましてありがとうございます。先ほどもちょっとご紹介いただきましたけれども、私と、ピアノはですね、今日は福井から、参りました。ありがとうございます。まあ、富山で演奏、の場があるということで、大変楽しみにしておりまして、天気も意外に良くてですね、なんか気持ちよくドライブしながら、参りました。ということで、しばらくですけれども、我々の演奏どうぞ、よろしくお願いいたします。まあ、ちょっとまだ固くなっておりますけれども、メンバー紹介を、先にさせていただきます。ピアノ、佐沢久友。そして、ベース、こちら富山の、富山の方ですけれども、武田悟。でドラムス、池畑外夫。そしてですね、今回我々に、こういう機会を、準備していただきましたというか声をかけていただきました、丸杉俊彦。こちらの地元の方はですね、大変人気者だというふうに、思いますけれども、我々はちょっとまだ借りてきた猫状態なんで、ということで一つよろしくお願いいたします。1曲目はですね、軽快にスタートがいいかなということで、Take the A Train。 福井はまだ残念ながら新幹線が来ておりませんけれども、そのうち走ると思います。Take the A Train、 A 列車で行こう、聴いていただきました。それではですね、次の曲も大変そうですね、モダンジャズ、では、有名な、アートブレイキーとジャズメッセンジャーズという、バンドがですね、1960年前後ですね、大活躍して、ファンの方も、中にはいらっしゃるんじゃないかなと思いますけれども、その代表作でですね、モーニング、聴いてください。